あ、やばい。はみ出した。普通に何も考えずめちゃべちゃ、べっちゃりつけちゃった。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所、タンサックです。今回は宇宙戦艦ヤマトの183号、ヒューガの13号を組み立てます。こちらは探索団のモダポンさんに送っていただきました。ありがとうございます。この動画は大人向けの模型作りです。14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。なんか曲線ばっかりですね。ヒューガの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。タンサックのチャンネルではアシェットさんやレアゴスティーニさんの週刊パートワークものを中心に作っています。チャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは早速作っていきます。頑張っていきまーす。しょい。今回は外宇宙航行用補助推進装置の組み立てです。このところを組み立てます。艦の底部に装備されている2機の外宇宙航空用補助推進装置を組み立てます。先端の部品やリング状の部品は凸部があるので切り欠きに合わせてはめ込めば OK。 取り置き部品となる183-1、これか、これは取り置きだそうです。今回はセットずつって感じですね。で、全部 ABS です。パーツは全部ありました。で、今回は前回ちょっと盛りだくさんだったんでやらなかったんですけど、点灯もしてみたいと思います。最後までお楽しみください。この4つは見た目一緒ですけど、裏返してみると全然違っちゃって、まずはこれにこれをこう編み出し加減で置いてネジ止めします。裏表はある、こっちかな。はい、これは推進装置パイロン、これを挟んでガチャン、これを接着です。これをもう一個作ります。はい、これにとんがってる方のちっちゃい方、あ、大きい方、人参みたいなやつを接着します。うん、ちっちゃい方かな、ちっちゃい人参か。あ、ここだ、ここに合わせて、え、こっちか。あ、大きい方とちっちゃい方があって、ちっちゃい方にこうか。あ、やばい、はみ出した。普通に何も考えずめちゃべちゃべっちゃりつけちゃった。やばい、変な色なのかな。透明に輝いています。待てよ、どうしようかな。ちょっとだけつける、ちょっとだけつけて、こう、わあ、綺麗に入った。そしたらこの人参の型抜きみたいなやつをこっち側につけます。こっちかな、ちょっとだけこっちの出っ張ってるのがでっかい方が外かな。で、大きい人参をつけます。
あまりにも、あ、わかった。ん？接着でいい、いいかな。あまりにもスカスカで。やっぱりそうだ、こっちだと入らんけん、ちっちゃい突起の方をこっちで、それは合ってる。痛い痛い痛い。で、これはスカスカ。これでくっついてもらいます。うわ、すぐ取れちゃう。じゃあこれで乾かします。シャン！はい、今回はこれで完成です。うわ、取れる。今回は宇宙の補助推進装置を組み立てしました。前回と比べたらめっちゃ簡単でした。それでは前回組み立てたこちらのこの波動方向と後ろの補助エンジンを光らせてみたいと思います。よいしょよいしょ。はい、スイッチとかはありませんのでどこかが光っているはずです。光ってない。あ、光ってる。じゃーん、光っております。おー、かっこいい。どの角度からも綺麗に見えますね。さすが LED。 よいしょ、前が光ってるでしょうか。光っております。おー、眩しい。上から見たらこんな感じ。うわー、すごい光だ。じゃーん、こんな感じでしょうか。かっこいいですね。眩しいほどの光。すごい、懐中電灯みたい。懐中電灯より明るいわ。かっこよく光りました。はい、今回はこちらの外宇宙航行用補助推進装置を2つ組み立てました。ちょっとここがあまりにもスカスカだったんでマステで補助しております。補助を補助している2つ作りました。それから前回やらなかった点灯をしました。かっこよく光りましたね、無事。はい、それでは次回の184号は鑑定アンテナ器具とアンテナの組み立てとなっています。お楽しみに。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ヒューガの組み立て動画は再生リストからご覧になれますのでよろしくお願いします。これスイッチないけんいちいち電池を外さないといけないという、ちょっとめんどくさい。なんかオンとオフがあればいいんだけど。そして探索は
しょっちゅう模型作りの生配信もしています。ぜひチャンネル登録をして遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。タンサックでした。だんだん、また見てね。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回もタンサックの動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。